安井正明7月下栄6年6月19日は、江戸時代の治水化、慈善化。安井与左衛門とも言う。武蔵国に川越藩士。天命7年7月、川越藩士、渡辺玄閣の三男として、川越に生まれる。成人して、藩士、安井久道の養子となり、安井生となる。通称は、与左衛門。幼くして、儒学を学ぶとともに、 川越藩の公式流派である創術の、宝蔵院流の師範となり、藩主、松平成常にも、至難、頭角を表し、軍部業に昇進した。江戸時代中期の川越藩は、農村の困窮が著しく栗能が増加。藩主、成常は水田を建て直すために治水事業に傾注、軍部業の正明に、土地の改良を託し、正明は、 半梁の治水を一手に引き受けた。多くの前世で休民を救ったことで知られる。嘉永六年六月十九日、病のため年六十七歳で没す。墓は、しだれ桜で有名な川越市末広町の総統集、運行山、栄林寺にある。大正七年、聖五位を追蔵された。高下二年、引き軍の半梁、川島の荒川の堤防が二度も、決壊。 甚大な被害が出た。川島は、入間川、市の川なども流れ込み大囲い包みが築かれていたが、たびたび水害に襲われてきた。成常の命を受け、正明は、見本屋塾の名主、田中三郷、鈴木洋樹らの協力で、四十三家村、百五十、夜町の間にわずか九十日で土手を築いた。公費二千五百両のべ十七万人を用いた。 大工事であった。朝庭は、都売庭と呼ばれ6キロメートルにも達する。千株の桜、数万の柳が植樹され、今日では、川島町の桜の名所となっている。現在では、荒川サイクリングロードが設けられている。正明は、その後も寮内にある河川の治水管理を続け、基金には年貢を減免するなど、農民救済に尽力した。正明は、 川越藩の陣屋が置かれていた川越藩の分量を、上野国前橋でも、軍大奉行を務めた。前橋では、長年の利根川の反乱で、前橋城が侵食され崩壊。このため、前橋藩松平家は明和4年に、川越に藩長を移し、川越藩となり、前橋は、川越藩の軍大奉行の支配となっていた。天保2年、正明は後輩していた。 前橋漁を守るため、根川の流路改良を行った。その結果、広大な漁電を得た。治水のため、赤木山麓には、松苗の植林を行った。また、ここでも、基金の檻には、藩の米蔵を開き漁民に与えた。正明の尽力で根川の氾濫の影響が減り、文久三年十二月、川越藩主、松平直勝は幕府に願い出て、 前橋城の再築を開始し、慶応3年に再建された。群馬県前橋市大手町には、正明の人徳を称える懸賞費がある。田尻左編増位所見伝造保番上徳使増位年表 P45。ありがとうございます。